こんにちは、西村ほのかです。今日はちょっとこんなオールバックで始まり、そしてすっぴんなんですが、何をやるかと言いますと、西村ほのかの普段メイクを動画で撮っていきたいと思いますけど、すごい恥ずかしくてちょっとどうしよう。恥ずかしいからあんまりこのオープニングをすっぴんの状態で長く撮りたくないと思っていますが、であとちょっと今お肌のコンディションがそこまで良くなくて、こことここにニキビできちゃってます。であと GoPro で撮影しているので美肌補正みたいなやつがちょっとできなくて、優秀な美肌補正を本当はしてほしかったんですけど、なんかすごく恥ずかしいです。まあやりますか。元美容師と元ヘアメイクということで、美容に関するお勉強とかは国家試験を受ける際にたくさん勉強してまいりました。メイク検定ももちろん持ってます。ですのでちょっとでも勉強になるなみたいなことを思ってもらえるように頑張りますが、なんせ自分のことはすごく適当なタイプなので、普段は15分ぐらいで終わっちゃうから、ちょっとゆっくりめに撮影します。9月になったら秋じゃないですか。ということで普段から使える秋メイクとかやっていきたいと思います。そして前回元ラストアイドルのメンバーの畑美咲ちゃんとプレゼント交換をしたんですけども、そのプレゼント交換した時に私同じシャドウを買ったんですよ。それもちょっと使いながらやっていければいいなと思っております。さあやっていきます。でちなみにもう化粧する前に顔を洗って、化粧水、美容液、乳液は終わってます。なので下地からやっていきます。ちなみに今まつげパーマはしてる状態です。結構ギャンギャンにやってます。ちょっと最近メイクポーチが、前まではヴィトン使ってたんですけど、もう最近はなんかセリーヌのなんか何入れなんだろうね、これ。何買った時に入ってた袋かわかんないんですけど、すごいちょうど良かったんでこれを使ってます。さあやっていくぞ。じゃあまず下地から、こちらエレガンスパティスキンベースメイクアップベースです。こちらエレガンスの、私絶対これじゃなきゃ嫌だっていう下地とかがあんまりなくて、これだってやつに出会えるようにいろんなの使ってみてます。でもこれは結構なんて言うんだろうな、毛穴の中にファンデーションが入りにくいみたいなイメージになります。サッてなる。はい、下地を塗り終わりました。あ、そうだ、化粧やる前にちょっと真似してほしいなと思うのがあって、週に2回ぐらいピーリングっていうやつをやってます。こうやってジェルをねなじませていくと、古い角質がポロポロポロって落ちてきて、めちゃめちゃ化粧なじみが良くなります。あと化粧なじみが良くなるやつは産毛剃りとかもいいって言われてるんですけど、まあ産毛剃りめんどくさくない？私はめんどくさがり屋なので本当にピーリングでやっちゃいますね。大事な仕事の前は産毛剃りもやります、お顔。今日は普段メイクってことで、化粧絶対に言われたくないよって時はこちらのエスティローダー使ってます。ちょっと厚塗りになっちゃうので、厚塗りが嫌だよって方はあまりおすすめしないんですけども、濡らしたパフでこうやってなじませると汗とかにも強くなります。よりにくくなります。でも今日は普段メイクなので、まあ別によれてもいいかというか厚塗り感とかあんまり求めないので、こちら使っていきます。クッションファンデなんですが、こちらなんだこれ、パンイドルウルトラウェアスキンフィットメッシュクッション、こちらランコムのファンデーションです。私は基本的にめちゃめちゃ肌を白く見せたいタイプなので、明るいやつ使いますね。でこんな感じ、クッションファンデこんぐらいで十分です。これをもうちょっとつけて、残りをこっちにつけて、あんまりつけすぎないようにしてます。結構ちゃんとつくので、これでクッションファンデは絶対に伸ばさない方がいいです。こうやってポン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 ってなじませる。でクマとかニキビとか気になるよって方はこちらのクッションファンデの前にやるといいと思います。で小鼻の赤みとかもちゃんとポン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 って抑えます。でこれでまんべんなくいったはず。で気になるとこあったら手でなじませてあげてください。コンシーラーはしないです。あ、でもコンシーラーするとしたら、私はちょっともう文字が消えかかっちゃってるんですが、こちらケイトのスティックコンシーラー A ナチュラルベージュってやつ使います。こういうの、いやちょっとだけやっとこう、ちょんちょんちょん、ほんと
当はこれの前にやりたかったんだけど、これはなんか楽です。下手くそか PR で。パウダーは結構いっぱい持ってるんですけど、ちょっと今日悩んでて、エスティローダーにするかミラコリにするか悩んでるんですけど、ちょっとどっちの良さも伝えます。こちらのミラノコレクションはこういう固まってて、パフでポン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 って押さえるやつです。まあ、パフじゃなくても筆でもどっちでもいいんですけど。でこちらのエスティローダーは、うわもう文字消えちゃってるわ、ほら、まあですね、お粉になってます。そしてこれはラメが入ってるからすごい綺麗に見える。であと粒子がすっごい細かいんで、大事な日はこっちかも。ただ普段使いしてるのはやっぱりこちらのミラノコレクションなんで、はい、こっちを使います。ただミラノコレクション、これ2021年のシリーズなんですけども、毎年冬に発売されます。でデザインも毎回変わるし、めちゃめちゃ可愛いから好きですね。でこれはもうこんな感じで撮っていただいて、私はもう下地がすごい結構もう薄いタイプなので、ここでちゃんとベタつきとかを抑えるためにちゃんと塗ります。でこのパウダーパフはちゃんとこまめに洗った方がいいよ。私は大好きな柔軟剤入りの洗剤で洗っているので、めちゃめちゃいい匂いする。でもう普段でいきます。じゃあ本当に私本当はアイメイクからとか終わらせた方がなんかバランスとか見やすいかなって思うんですけど、なんせ今ベースやってるじゃない、メイクのめんどくさいんですよ。もうベース全部ここで終わらせちゃいたいのよ。なのでベースいきます。先にハイライト入れていきます。こちらキラキラクレードポーボーテルレオスールデクラ17番です。最近買いました。こんな感じ、めっちゃ綺麗。あの今まで本当にずっとディオールの4色入ってるハイライト使ってたんですけど、これのハイライト使った時に友達に褒められました。え、そのハイライトめっちゃ綺麗なんだけど、後でシナバン教えてって言われました。ちょん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 ってやったら、まずこの目のなんていうんですかね、骨が頬張ってるところから頬骨の頬張ってるところをこうやって乗せていきます。こっちも同じように。ここマジで一気に華やかになります。パッて明るくなるの。あとはもちろん鼻筋ね。うおー、ちょっとやりすぎたまあいいや、ちょっとこれで残ったやつで T ゾーン上やっていきます。で顎、顎がちょっと長さ気になる方とかはあんまりやらない方がいいと思います。あとはこちら指で取って唇の上、ジョンジョン、めっちゃ口にやっちゃった。こんな感じで上唇めちゃめちゃ薄いな私。でもう一回こう指に取って目頭のここにチョンってやるのよ。チョン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 、ほらなんかね、ほんとね華やかになるの、ここに入れるだけで。であとはノーズシャドウを今入れてない状態なんだけど、こことこことここを明るくしたから鼻がちょっと高く見えるかもしれない。はい、でハイライトはこんな感じ。これおすすめです。ローライトからこちらアートクラスバイロダンシェーディング、こちらドンキホーテで売ってます。2色あるんだよね多分。でこれ私はこっちの色買いました。でこちらもさっきあのアマゾンで韓国のまとめ買いしたやつです。私見てわかる通り本当に丸顔なんですよ。なのでいらないところを全部削っていきます。ここら辺ね、もう全部いらないので、濃い色と中間かな、腕につけて削っていく。で一番いらないのここのエラだから、もうエラに一番最初のつけたてをつけます。この M 字ハゲもうやっていきます。でここ一番暗いでしょ、そしたらさこれをこうやってこっちに広げていく感じ、わかる？こっちをこうこういう、そうするとなんか不自然じゃなくなります。ここは確かにめちゃめちゃ濃いんだけど、でシュ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 って感じ、こんな感じ。こっちも同様やっていきます。でまだ使えます。こちらこちら細くてちょっと丸いブラシなんですけど、これをこの明るい色とちょっと中間ぐらい混ぜてノーズシャドウしていきます。もう本当に
これ人によりますけども、私は結構この中間に入れてそれを伸ばすイメージ、下とか上、ここの目の上とかに。でここのさ眉間をね、一時期すごい濃くやってたんだけど、ここの眉間をすごい濃くやってしまうとアバターみたいになっちゃうんだよね。鼻筋バキーンみたいな。で鼻先までやったらこれをちょっと伸ばしてここ広げていくイメージ、ちょん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 。でこの鼻の下とかにもやっちゃったりして、やっちゃったりして、うん、どうでしょうか。ちょっとさっきから唇が気になるので先リップします。リップだけね、唇は最後。これは、あ、説明してなかった。いる？これ。なんでもいいと思いますけど、ニベアモイストピュアカラーリップクリーム、こちらピンク使ってます。じゃあチーク、秋メイクってことで、普段は可愛らしいピンクマック使ったりするんですけど、これもうあれ、ブルベになりたい人だったので、私本当にイエベなので顔が、だからこのちょっと青みがかかったピンクとかをよく使うんですけども、今回は私の得意なオータム、イエベさんということで、オレンジ、めちゃめちゃオレンジですこれ。ブランドはヌードマットブラッシャー、危ない、ブラジャーって呼んでくれちゃった。なんて読むんだろうな、キャティドール、キャティドールかな。でこれ10番です。これは超発色いいのでつけすぎ注意なんですが、これ一回取るじゃない、こうやって筆に、うん、めちゃめちゃつくの、だからちょっと調整した方がいいと思う。ここら辺でパッパッパって、これもチークの入れ方は本当に人のコンプレックスによって変わってきますわ。私は丸顔なので横長に入れていきます、大人っぽく見せたいから。で主長さんとかは丸くなんかちょっと可愛く入れるとちょっと短く見えると言われていますけれども、入れ方的にはここの、まあ、頬骨くらいかな、頬骨一番トップからちょっと下ぐらいに入れていきます。こうやってちょっとずつ、もうだいぶ ついてるけど、これでも、でこれを外内に広げていきます。難しいよね、チークって入れ方、こんな感じ。こっち逆側もやってきます。うん、チークむずい。これは何もつけてないクッションです。ちょっと下手くそ、ちょっと失敗したなとか思ったらクッションファンデで上からカバーしてあげてください。こんな感じになった。これ境目なくしてます、シャドウとローライトのシェーディング。で、チークまだ終わりじゃないんですよ。私はベースが明るいのであんまり、なんだろうな、馴染まなく なりがちなんですよ。ベースが明るいところにいろいろな色乗せてるから、え、なんか、え、この人馴染んでなみたいな思われがちなんで、ちょっとここでお人形さんっぽく、まず鼻の一番てっぺんにオレンジ乗せます。わかるかな、結構ね正面から見るとだいぶやりすぎちゃったなじゃだいぶやっちゃったなってぐらいつけちゃった。であとは本当にちょっとで大丈夫なんですけど、顎先にやるとだいぶなじみます。でチーク以上感じ。目やるか、本当はまず眉毛とかやっちゃうんですけど、目一番最後なんですけど、先にアイメイクやります。こちらドンキホーテで売ってます、クリオプロアイパレット03番コーラルトークです。こちらピンクっぽい茶色、だいたい使う色は決まってます。これそして目は絶対こちらを使ってます。これは今売ってるかわかんないんですけども、ケサランパサランの筆です。で先端が見てわかる通りいろんな角度から見て形が全然違うんですよ。だからすっごい使いやすい。よしやります、秋メイクです。ここからはベースで使うのはここかここですね。今日はじゃあ秋なんでちょっと暗くてもいいのでこっち使います。これを筆に取ります。そんな取んなくていいけど見えない、こんぐらい取ってアイホール全体にこうやってやります。見えるかな、キラキラになる。で
下まぶたはもうこの付属のチップでいいんですけども、この細い方でこれキラキラつけます。これを目の下に入れる。これはね、やるのとやらないので全然変わるね。今日ブスだなーとか思ってたら、あ、これ目の下やるの忘れてたわってなる。あと化粧よれてくるじゃん、午後とかさ、ずっと動いてると。だいたいここら辺にちょっと黒ずんでこない。これをパウダーとかこういうラメとかでのせておいてあげることで結構よれにくくなります。そう、そんで今ちょっと勝手に進めちゃったんだけど、どっちでもいいけど、こっちの薄いピンクにしようかな。薄いピンクの方を取って、さっきのまあ黒目の中心ぐらいから外側、なんかさ、ここのさ膜みたいなのあるじゃん、わかるかな、ここの線のちょっと上はみ出るぐらいにやっとくと本当によれにくくなります。あと涙袋っぽく見える。結構大胆にやっちゃって大丈夫です、この色あんま目立たないんで。はい、でこれ終わり。続いてこちらです。ついこの前買ったやつです、プレゼント企画で。こちらディオールのサンククルールクチュールコンパクトカバー。色味はこれ、めちゃめちゃ秋色です。これをまぶたの上に使っていきますが、どうしようかな、本当に気分で色を使い分けているので、今回はザ秋みたいなのしたいので、こちらのちょっとオレンジを使っていきたいと思います。さっきアイホール全体に広げたじゃん、ちょっと内側ぐらいに広げます。こんな感じ、普通に目開けてても見えるぐらい。そしたらじゃあ締め色はこっちにします。ちょっと緑っぽい方、緑っぽい方を先端にとって、二重幅ぐらいに重ねます。本当にこれは好みだと思いますが、ちょっと遊んでみたい時、メイクで遊んでみたい時とかはやってみてください。私基本的にこんぐらいシャドウちゃんとやっちゃうタイプなんですが、もともとアイドルにいた時とかは結構シャドウやる、ここまでやる人いなかったんで、みんな化粧薄いなと思ってました。これ二重幅ぐらいに重ねました。そしたら最後アクセントカラーって言うんですか、一番濃いこちらの色を使います。ちょんちょん、チップにとって私はもう見てわかる通り顔がキュッて中心に寄っちゃってて、ここね余白がすごい気になっちゃうんですよ。なので目の幅を大きく見せるメイクしてます。で今普通にこの状態で目開けた状態、まあ薄めにこうやってやってもいいんだけど、ここから目尻から目の終わりをとりあえず決めていく、シャドウで。そうするとアイラインとかでさ、ちょっと難しかったりするじゃん、アイライナーって。でもこうやってシャドウでやることで失敗しにくくなります。ベースを作ってあげるっていうんですか。私釣り目になっちゃってるんですよ今で。人って本当に釣り目になったりさ、垂れ目になったりする時期ってあると思うんだけど、これはね私動物霊がついてるんですよ。キツネが、キツネがつくと釣り目になるって言われてます。嘘だ、そんなのあるわけないだろうとか思うでしょ。でも本当にちょっとね、性格悪いこととかしてると釣り目になるみたいな言うじゃん。あれはね本当だと思うよ。私性格悪いことしてるかな。まあただキツネがついてます本当に。さっきのさ使ってた お色、こちらの一番暗い色で、これ目尻さっき引いたでしょ。そしたらこの色で目のキワキワをこうやって塗っていく。ピッピッ、目力アップュで、同じ暗い色でここのくの字ラインを絶対やります。これはマジで西村ほのかは絶対やります。ここですね、昔からやります。ここよいしょ、ほら見て目の大きさ超変わるでしょ。でちょっとここキワキワにはやらないで、ちょっと空間空けてからやるのがポイント。なんかキワキワにやるとさ目ちっちゃく見えるんよ。こう目の黒目の外側ぐらいまでやる。
そしたら同じあのチップでここのさっきさピンクとかラメとか下にいろいろ入れたじゃん。ここにもちょっと秋色乗せていきたいと思います。じゃあ上の2つ混ぜようかな。ちょっと混ぜてここに乗せていきます。よし、シャドウはこんな感じで、アイラインこちら使います。キャンメイククリーミータッチライナー02番茶色です。でこれシーンをちょっと出したら、さっきのさ目尻の長さとか決めたじゃん。そこに描いていく。で、なんて言うんですか、筆じゃないから失敗しにくいです。粘膜に全部引いちゃうと二重幅があんまり広いタイプじゃないので、あの本当にね二重幅がなくなっちゃうんですよ、この内側もやっちゃうと。でも黒目の上だけやります。これこうやってわかるかな。で、あとは目頭切開、もうこのペンシルでこの目こうやってちょっと引っ張っちゃっていいです。こんな感じで、こっちも同じように。で、今もうやっちゃったんだけど、ここの内側やるアイドル多いです。こうやって目頭切開してこのままこうやって黒目の内側までつなげる人多い。でぼかす。ここあると結構化粧よれた時に黒目のなんかなんだろうな、黒い目やにみたいな、なんかちょっと汚くなりがちなんで、気になる人はまあやんなくていいと思いますが、盛りたい人はやります。私テレビ番組の時とかやります。ここ内側できた。そしたら眉毛やりますが、私眉毛染めてるので今はそんなに気にならないんだけど、もともと結構剛毛タイプなんですよ。こちらちょっとインク消えてますが、オフレドールダブルブローデザイナーパウダー BR47 番。これはすごいのがこちら、ペンシルにもなるしブラシにもなるし、お尻がこちらなんていうんだこれはチップになっているので、まず最初眉毛の流れを整えます。この中間でこれやるだけで断然眉毛描きやすくなります。はい、こんな感じ。続いてこちらペンシル。眉毛描くのが苦手だよっていう人多いと思うんですけども、そういう人って結構パウダーとかでやったりすると思うんですけども、一回試してみてほしい。これいくよ。めちゃめちゃ簡単。まずは自分がちょっと足りないなと思ってるところを足していきます。私の場合ストレートの眉毛にしたいので、この下がさちょっとアーチになっちゃってるの分かる？こうやってこれぐらいなので下を足します。で、もともと眉毛と目の距離が近いんですけども、これがちょっと自分の顔の西村ほのかといえば目と眉毛の距離が近いみたいな印象をちょっとつけたいっていうのもあるので、距離を近づけます。ここ、そしたらちょっとね外国人風の顔に なる気がするんですよね。日本人離れちょっとするというか、こんな感じ。ちょっと変わったの分かるかな。眉毛の長さはこの口角から目尻とつながった延長線上のところへんにあるのがいいと言われているので、まあ今ちょっと到達はしているんですけども、ここら辺までちょっと濃くしていきます、で下はこんな感じで、あとは上を整えます。こうなってるじゃん。そしたらどこを足せばいいのかっていうと、目頭にちょっと足すとこれまっすぐになるんです。まっすぐです。3って下がるの、3って。なので上ここ足します。あんまり強く描くと本当になじまなくなるので軽く描いてます。下書き程度な感じで、上眉尻はちょっと整えるぐらい で大丈夫だと思います。はい、こんな感じになった今で。これもパウダーとかちゃんとやってないと眉毛って本当に描きにくいと思うので、ペンシルの人はちゃんとやった方がいいと思います。でもう一回溶かします。これを軽くね、本当にこの先端ぐらいで描いた線をちょっとぼかすぐらいのイメージで、もしここら辺まだらだなとか思ったら、一番後ろのチップで気になるところの穴埋めをする感じ。
感じかな。ちょっと濃くなった気合い入れすぎたかな。感じですけどこんな感じ。で、そうだ、目と目の幅がちょっと長くて気になるなって方は眉毛近づけてあげるとちょっとキュッてなります。ここから一回ちょっと今指でオフしたんですけども、これをなんと涙袋に使います。見て、涙袋全然ないの。整形みたいな感じで、なんか前 YouTube のコメント欄かな、書かれてたことあるんだけど、整形する前の方が好きだったみたいな。いやいやいや、化粧化粧で、どこに入れていくかというと、さっきさシャドウを描いたじゃん下に。そしたらその線のちょっと下ぐらいにこうやって描いていく。もう最初全然大胆に描いちゃって大丈夫かも。中間らへん、中間描きます。これ結構濃く描いてます今。そしたらちょっとそれをなんかつなげるイメージで目頭の方に向かって描いていきますが、目頭までつなげない、絶対これは。ここら辺までかな、こんぐらいまで。ほら全然違う。どう、めちゃめちゃ綺麗な涙袋になるのこれが。ほら見て、ちゃんと目開けた状態でもなんかあんま不自然じゃないの。人工で描いてるっていう感じあんましないの、わかるかな。ほら、これは超優秀でした。そしたら何、マスカラか。こちらは、じゃじゃーん、ランコムグランディオーズ01ノワールミリフィックマスカラです。ここにね、バラがついてるのが目印です。今まで出会ったマスカラの中でダントツいい。すごいよこれ。まず躊躇なく引っ張っちゃってください。これ曲がっているの。でもこれ曲がっているのが多分ミソで、めちゃめちゃ塗りやすいよね。私結構マスカラに関してはボリューム欲しいタイプなので、この先端で大量につけます。まずざっくりと、めちゃつくのよ先端だと。もちろん目尻にもちゃんとつけて、目頭にもちゃんとつけますと。そしたら平べったい面で伸ばしていく。綺麗に伸ばす。で、あとはこのマスカラのいいところは、なんかちょっと束っぽくなる。ただ塗ってるだけでつままなくてもめちゃめちゃ束感になります。伸びろ伸びろ、こんな感じ、こんな感じですね。で、これを下まつげにもつけます。この時にあんまり目尻には塗ってないかもな。真ん中のこの縦幅を強調させたいので、こっちにガッてやります。こんな感じです。めちゃめちゃ目力全然違くない？マスカラすご。マスカラがもしバサバサしてきちゃったよって人は、化粧水とかちょっとだけ垂らしてあげてください。この筆に垂らしてコショ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 ってやると復活します。こんな感じになりました。で、リップだね。リップはどっかにある、今ここにはない。ちょっとじゃあここにないので、目のキラキラでも足しときます。ルカユカちゃんのブランドですね。リカフロッシュの何色、これ IBB グリッターラキシーピンク、ピンクです。テレビ出るときはよく使います。本当に印象変わります。キラキラで均等にちょっと配置していく感じ。見えるかな。これは目頭から黒目の中央くらい、外側ぐらいかな、にポンポンポンってのせるんですが、これ横顔美人に見せたいとき必見なんですが、こちらの黒のラインを引いたでしょ、その上に二重幅ぐらいからこうやってピッて乗せると横顔美人と言われます。こちらも同様にキラン、うん、いい感じ。そしたらリップ、本当にリップたくさん持ってるんです。リップたくさん持ってる中から選ばれたのがこちら、リカフロッシュ、リカフロッシュのジューシーリップティント、ティント01オランジェット、オレンジ、じゃじゃーん、くすみオレンジです。まさに秋色で、今さっきリップ塗ってるので、これティントなんですよ。だから自分のこの唇に浸透させたいっていう意味を込めて、ちょっとリップオフします。で塗ります。
内側に塗るイメージね。これこう内側に、そしたら指でちょっとつけすぎちゃったけど広げる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 。で毎回こうやってちゃんとオフしないとグラデーションにならない。ただ唇って私ね縦じわが結構あるタイプなんですよ。でもこれ縦じわってその運勢的にはすごいいいらしいんですけども、これを消したいタイプなんです。プルプルにしたいんです。だからこれルシフェルリッププラッパー唇用美容液、これを上から塗ります。こうやってなじなじ、はい、これで唇は完成です。で最後じゃん、こちらはドンキホーテで買いましたウルミナプラス生ツヤ肌ミスト美容液です。これはなんかちょっと化粧してんなーみたいな時ってあるじゃない、あとはパサパサしちゃってるなーみたいな時、そういう時にこれを上からプシュプシュプシュします。振ってスプレータイプになってるのでちょっと顔から離して、私結構しますこれ10プッシュぐらい、そうするといい感じになります。こうやってでもね馴染ませるとね結構いい感じになる。さあお化粧が終わった、今からちょっと髪のセットをして洋服を着替えてお出かけしに行きます。準備してきます。はい、着替えてヘアセットも終わりました。どうでしょうか。でもやっぱ髪の毛とかさ下ろしてちゃんとセットすると化粧馴染むでしょ。一回これ外の光で確かめようかなと思います。あんま家の中が映したくないのですが、どうですか、いい感じ。こんな感じで化粧してきました。ちょっとこの後は行くところがあるので出かけます。緑と一緒に撮ろうかな、緑あれまだ朝だよ、ねんねねんねしてんの。エバーフレッシュが寝てます。どうだったでしょうか、西村ほのかの毎日メイク秋バージョンでしたが、季節によってメイクもいろいろ変えていくのでまた評判が良ければ第2弾もやりたいと思いますが、その時にはちょっとねやっぱり美肌補正のあるカメラを手に入れたい。この年になって美肌補正ないと辛いです。はい、参考になったよって方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは西村ほのかでした。行ってきます。